表示部に C04 が点滅し、運転が中断しているのは、脱水時の洗濯物の偏りで起こる異常振動を防ぐためです。タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れたものを一つだけで洗濯したとき、綿など水を含んで重くなりやすい洗濯物が一箇所に固まっているときなどが原因です。偏りによる運転の中断を少なくするスムーズモードに設定することもできます。タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物や洗濯ネットに入れたものを一つだけで洗濯したときは次のようにしてください。タオルケットや洗濯ネットに入れたものの場合は、バスタオルなどを 1,2 枚加えてください。ジーンズなどの場合は色移りしやすいため、同色のものを 1,2 枚加えてください。綿など水を含んで重くなりやすい洗濯物が一箇所に固まっているときは、ほぐして広げてください。偏りによる運転の中断を少なくするため、脱水立ち上がり具合をスムーズモードに設定することもできます。スムーズモードは運転の中断を少なくすることができますが、振動や音が大きくなることがあります。設定手順を説明します。最初に電源入りボタンを押します。予約ボタンを3秒以上押し続けます。表示部に2つの数字が表示されます。設定は表示部の右側の数字で行います。数字の0が低振動モード、1が標準モード、2が偏りによる運転の中断を少なくするスムーズモードです。工場出荷時は1の標準モードに設定されています。脱水ボタンを押し、2のスムーズモードを選びます。スタートボタンを押すとスムーズモードに設定されます。電源切りボタンを押します。一度設定すると内容は記憶されますので、運転のたびに設定する必要はありません。変更したいときは説明した手順に従って再度設定し直してください。